次に宮本和孝委員を指名します。宮本委員、お疲れ様でございます。今先ほどですね、栗原委員の方からいろんなご質問が飛んでたわけなんですけども、その辺も含めて、は大阪市の会としてですね、知事にいくつか実状況をですね聞かせていただきたいと思っております。先日の委員会での質問で、実質交際比率であったりとかですね、依然厳しいものの将来負担比率、実質負債残高倍率など、ストックの指標は、橋本府政、松井府政で明らかにこう改善しているというふうにお話をさせてもらいました。先ほど栗原さんの話では、栗原委員の話では、財産が減ったと言うているわけなんですけれども、明らかにですね、ストックの指標としてはですね、大阪府は改善傾向にあるということをお話しさせていただきました。この辺のところが、なんで、話が食い違うのかなということは、まさしくですね、僕は先ほど知事のお話もありましたけど、臨済債、この制度が根本的に問題があるということにあるんだろうと思っております。先ほどの主張にもありましたように、負債残高について、臨済債等を含んだですね、負債残高が増えていると、これによって大阪府の財政状況が必ずしも良くなっていないというような指摘がありましたが、その一方、私は先ほど言っています、ストック指標が良くなってきているわけですから、依然、フローは悪い状況にあるものの、いずれ解決していくんじゃないかということで、お話をさせていただいたところです。そこで、知事含め、ご確認をさせていただきたいと思いますが、いまだ負債残高の増加傾向にあることから、負財政が悪化しているという主張があります。合わせてですね、負財政の黒字化は、臨済債の活用だと、間違ったメッセージが流れていると考えます。そもそも負債残高が増えている要因は、税や交付税の代替として発行されている臨時財政対策債の残高が増加したことにあるということが言えるわけで、この臨時財政対策債の制度そのものが、まず大きな問題があると考えております。私も指摘をさせていただいたように、臨済債の全国総額を決める際、過去に発行された臨済債の元利償還金相当額等について、臨済債で賄うことになっていることから、臨済債の抑制は非常に困難である。その上で、大阪府の発行割当が非常に全国の中でも多くなってしまっているという現状があります。そこでまず財務部長に確認させていただきますが、大阪府の臨時財政対策債の発行が多額になっているのはなぜでしょうか。中野財務部長。臨時財政対策債の地方公共団体の割り振りについてでございますけれども、各団体の財源不足額と財政力を考慮して算出されます。大阪府は比較的財政力が高く、財源不足額が大きいので、臨時財政対策債の発行額が大きくなっております。宮本委員。このような状況で、制度上、このままでは大阪府の臨時財政対策債の発行は大きくなっていくという仕組みになっているんですけれども、臨時財政の発行自体を、この大阪府の努力で抑制することは可能でしょうか。中野部長。臨時財政対策債は、本来、地方交付税として、現金で支払われるべきであるところが、国の財源不足により、制度上、地方公共団体が直接借り入れることとされているものであり、その元利償還金の全額が基準財政需要額に算入されております。普通地方交付税が標準的な行政需要を賄うための財源を保障する機能を持っていることから考えますと、臨時財政対策債の発行を抑制することは難しいと思われます。宮本委員。そうなんですね、負債残高の抑制っていうのはですね、過去の借金返済、これ国がキャッシュでですね、交付税になるんですけども、交付税じゃなくてですね、臨済債にて充当されている限り、府は臨済債さらに発行し続けなければならないと。負債残高を抑制するのはやっぱり僕不可能だと思ってます。むしろですね、負債残高はまだまだ今後増えていく、上昇していく傾向にあるんだろうと。ここが先ほど栗原金が
指摘されている負の財政がまだまだ悪くなるという見かけのところです。負がなんぼ努力してもですね、国のこの制度がある限り、見かけの数字、負債残高が悪くなっていってですね、財源食われるというような話になるんですけども、この辺が分かりにくいんで、ちょっと図にしてみました。見ていただいたら、ですね、この図なんですけど、交付税参入額の仕組みを単純に見せてます。要は、まず左側の2本ありますね。基準財政需要額と基準財政収入額。収入額というのは、負の税収の、まあ、要は 75% です。で、交付税があって、交付税が足らない分だけ、オレンジの数字、オレンジのところ、これが一番初めに出る臨時財政対策債だとしてください。これがですね、これ、ほんまは臨時財政対策債に対する交付税参入というのは、20年、30年に述べられますが、これが1年後になったとして考えたら、次の年に基準財政需要額がこのオレンジの分だけ伸びるんですね。で、これ伸びた分だけ、当然、交付税財源が足らなくなりますから、交付税財源変わらない水色のままだとすると、新しい臨時財政対策債を、オレンジよりちょっと濃いオレンジの分だけ余計に出さなあかん。で、次の年に帰りますとですね、また同じように交付税の財源が足らずに、負の 税収も伸びてない。ところが前、その前の年の2回出てますね、オレンジの薄いやつと濃いやつ、この分だけ基準財政需要額が伸びますから、交付税の必要額が増えるんです。ところが交付税の財源を足らんわけですから、赤い部分、余計に臨時財政対策債を出さなあかん。つまりは、交付税参入があるなしということによって行われる記載の問題点はここにあるんだろうと思ってます。その上で、過去の、見ていただいたら分かるんですけども、過去のですね、オレンジの部分、これはね、減収補填債です。75% 参入のある減収補填債です。で、交付税参入額をずっと追っていったのが、この折れ線グラフなんですけども、赤いところが臨時財政対策債です。これ、平成3年からずっと追ってですね、だんだんこう見ていただいたら分かるんですけども、記載、臨時財政対策債であったり、減収補填債、交付税参入のある記載がどんどん増えていってるんですけども、交付税参入算定額はですね、黒の折れ線グラフの通り、どんどん増えていくんです。つまりこれ見ていただいたら分かるんですけども、平成20年以降のところで、臨財政が確かに伸びてるんですけども、1000億近くですね、実は過去の減収補填債の時に使われている交付税参入額がここに付け込まれてるんで、余計に国はその分だけ財源手当をせなあかん。嘆く、リーマンショック等でですね、結果として税収が落ち込んでるわけですから、余計にですね、臨財債を発行せなあかんというような仕組みになっていると。これが実は橋本不正で、しっかりですね、歳出削減をしたにもかかわらず、結果としてこの大阪府で臨財債をたくさん出さなあかんようになった最大の要因であるというふうに私は思っております。むしろこれでですね、臨財債発行抑制しろというのは、過去の借金返しの分を国がちゃんと現金キャッシュで交付税で渡してもらえてない限り、どんどん国のツケが大阪府に回ってきているというような実情が言えるんじゃないかなと。で、ましてこれで負債残高を抑制しろというのはですね、市民サービスをさらに削るか、府民サービスをさらに削るか、もしくは職員給与をカットするか、もしくは増税しろと、こんなことを言っているのと同じような議論になるのではないかなと思っております。そこでですね、全体の負債残高は今後もこのような理由から伸びていくのではないかと思っておりますが、でないかと思っております。また全体の負債残高の増加についてどのように対応していくべきかと、知事のご意見をお聞かせください。松井知事。臨時財政対策債の制度が今後も継続をし、仮に今の規模の発行が続くのであれば、負債残高は当面増えていく傾向にあります。臨時財政対策債は交付税の代替措置として発行せざるを得ない
今大阪府の負債であり、かつその元利償還金の金額が基準財政需要額に算入されるものです。今後とも臨時財政対策債など以外の、府の努力でコントロール可能な通常債については、残高の縮減に努めるとともに、臨時財政対策債についてはこれに依存せず必要な地方一般財源を確保できるように、国に対しまして引き続き要望してまいります。一番大事なのはやっぱり臨時財政対策債を発行しなくていい大阪を作ることだと思います。東京都は臨時財政債を発行しなくていい団体です。日本で唯一東京都だけです、不交付団体ですから。要はこの今議員がおっしゃられたテクニカルな話は全てその通りなんでしょう。でもこの話を、国民府民の皆さん、こう理解するのは非常に難しいと思うし、国に要望をしてですね、国もですね毎年赤字国債を40兆ほど、発行しておるわけですからね、一挙に、キャッシュということにもならないでしょう。ですからまさに、東京都のように、不交付団体になる、まさにそういう税収を上げる、そういう大阪を作っていくというのが非常に重要になってくると、こう思います。宮本委員。まさしくその通りだと思います。過去の要は先ほどの話なんですけども、折れ線グラフの下、要は交付税参入額の部分というのは過去の借金をもっぺん大阪府で、発行させられているようなものなんですけども、ここのところはね実質的には抑制できないんですけども、要は臨時財政をちょっとでも発行抑制しようとしたらやっぱり税収を伸ばすというのが何よりも重要だと思います。一方今の話っていうのは全く府民の人が聞いてもですね分かりにくいっていうふうな問題です。そこの面で言ったときにできればですね、もうまさしくこの臨時財政っていう言葉聞いただけでもですねほんまに分かりにくいんだろうと思いますし、この辺のことから言うと負債残高が伸びているだけことを見えてですね大阪府の財政が悪化しているというような間違った誤解になってしまうということになるんじゃないかなと。いっそのことをこれ専門用語分かりやすいようにですね肩代わり債とか建て替え債押し付け債、ほんまにシンプルな分かりやすい言葉で府としてちゃんと分かりやすく説明していく必要性というのはあるんじゃないかなと思うんですけども、一遍名称変更は考えていただけませんでしょうか。中野部長。臨時財政対策債の名前ですけれど、これは毎年クリスマスの頃に決まりますの地方財政対策、こちらで決まってて全国で通用している制度ですので、通称をどうするかということはあるかも分かりませんが、正式にはその名前を使わざるを得ないのではないかと思っております。宮本委員。はい、できれば分かりやすい松井知事風の言葉でですねシンプルに伝えてもらうのが一番分かりやすいんじゃないかなと思っております。で、臨時財政は負の借金であるということは変わらない事実です。可能な限り発行を抑制していくというのも当然重要でありますし、この制度の見直しというのはですね根本的な肩代わりになっている部分、押し付けになっている部分はどこで、負が努力によって抑制できるのはどこでっていうのはちょっと見えるような形で考えていただきたいなと思っているのと同時に、何よりもですね大阪が成長する IR の誘致等を含めてですねしっかり実現に向けて税収を引き上げて財源不足を減少させていくことが何よりも大切だというふうに考えております。ぜひですねそれに向けた知事のお考えをお聞かせください。松井知事。府では大阪の成長戦略を策定をいたしまして、大阪を新たな成長の軌道に乗せるための取り組みを進めております。こうした取り組みにより税収が増えて、地方交付税や臨時財政対策債などが減り、より自立した財政運営につなげるために、引き続き大阪の成長に向けた施策の展開をしていく、必要があります。大阪府と大阪市、過去にも長年にわたりまして、二重要請の解消に向けて協議を、重ねてきましたが、その明確な成果は、僕と橋本市長以前はありませんでした。
私と、橋本市長が知事に、知事市長に就任して以来、トップ同士の信頼関係を軸に、府市間の協議で、大阪の成長のための一定の成果を上げてまいりました。府市の成長戦略、まあ、先ほどの答弁にもありましたけど、答弁しました。これもバラバラだったのです。大阪市は大阪市、大阪府は大阪府。これを一本化をいたしまして、成長分野における産業振興の目指し、環境、新エネルギー、医療、健康医療関連分野でのイノベーションの創出を図る、環境整備等に、注力をしてきました。さらに、大阪経済の活性化に向けて、大阪観光局の設置、これも僕と橋本市長で作り上げたものであります。PNDA 関西支部の機能、強化、信用保証協会の合併、関空と伊丹の経営統合に向けた環境整備、阪神国際、港湾の株式会社の設立など、これまで府政市政では成し得なかった大阪再生の歩みを着実に進めてまいりました。大阪が抱える課題を解消いたしまし、成長軌道に確実に乗せていくためには、将来にわたって府と市が同じ方向性のもと、全体最適化を目指し、成長戦略をさらに強力に推し進めることが必要であります。このため、成長は広域、安心は基礎という役割分担の、が制度面で、担保されることが重要であると、こう思っています。大阪の未来を切り開く政策を実現させるために、制度そのものにも踏み込んだ改革を改めて、検討して進めていくのが必要だと、こう思います。宮本委員。ありがとうございます。どっかの教授によるとですね、大阪府の財政が悪なっていると、で、大阪府はもっと緊縮財政せえと、緊縮財政、大阪府のこれまでの緊縮財政を批判しながらですね、一方で負債残高減らせと、ようわけのわからんイチャモンがあります。もうこんなところっていうのはですね、明らかにこの8年間で財政状況っていうのは、改善傾向にあることは、府民の皆さんを含めてよう分かっておられることだと思います。それがなんか、よう分からん理屈でですね、間違ったメッセージが流れている。いまだやっぱりしんどいのは、太田府政時代のよう分からん金の使い込みと、今のこの臨財政含めて、国の財政制度、国の地方財政制度にそもそも問題があるんであってですね、府の努力っていうのは、これまで職員皆さん一丸となって進めておられた結果はですね、必ず正しくです。府民の皆さんにメッセージが伝わらないといけないんだろうと思っております。より一層の分かりやすいメッセージの出し方を、工夫していただくことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。